MRPKVSUMOSC ムーロム、リャザンと、その分量広告 M、ムーロム広告 R、リャザン広告 B、プロンスク広告 K、コロムナ広告、周辺の主な広告、都市 V、ウラジーミル大広告 S、スモレンスク広告 C、チェルニゴフ広告ポイントは、広告の首都の位置のみを示す。広告は、モンゴルのルーシ進行以前のみ。 国境線は2014年現在、コロムナ広告は、コロムナを首都として成立した、リャザン広告の分量広告である。広告は12世紀の後半に登場し、モスクワ大広告に組み込まれる1301年まで存続した。コロムナ広告の領域は、もともとは、リャザン広告の一部だった。首都のコロムナの書出は、ラブレンチー年代記の1177年のページであるが、 この段階ではすでに建設された都市として言及されている。発掘調査によれば、都市の建設は1140年代から1160年代にかけてのこととみなされている。分け量広告として分離した時期は正確には不明である。また、コロムナは辺境の町であり、ギャザンクギの誰かがコロムナ公となった可能性は高いが、コロムナ広告の統治者に関しては、 断片的な資料が残されているのみである。最初のコロムナ港としては、チェルニゴフ公、スビアトスラフのこのグレプが、1179年にコロムナの統治者として言及されている。1186年から1188年に、かけては、プロンスク公フセボロドグレボビチが、1217年から1237年に、かけてはロマニン,ングバレオビチが、コロムナ港となっている。 1237年以降のコロムナ公については不明である。1301年にコロムナはモスクワ公ダニールに占拠され、モスクワ公国に組み込まれた。1385年にギャザン公オレングがコロムナを占拠するが、翌年には再びモスクワ公国が取り返している。1433年、モスクワ大公の座をめぐる内紛の中、モスクワを追われた。 バシーリー2世がコロムナを分領地としたが、数ヶ月後にバシーリーは再びモスクワへと帰還した。この後、コロムナに公が立つことはなかった。税、14、ザビ、リバース、2001、58、ありがとうございます。